滋賀県は想定よりも利用者が多くおよそ2ヶ月も早く終了した電子割引券、滋賀割について参加店舗の要件を変えて第2弾を実施することに決めましたきょうの県議会では県側から滋賀割第2弾を実施するためのおよそ15億4500万円などの補正予算案が提出されました。滋賀割は、 無料通信アプリ LINE を活用した県内の店舗や施設で使える電子割引券です。当初は先月十四日から来年二月二十六日までの実施予定でしたが、利用者が多く予想より早く予算に達する見込みとなったため、今月十一日で一旦終了していました。2> 第二弾ではですね、第一弾のご利用状況や皆様からいただいたご意見等を踏まえまして。 限られた財源の中広く支援が行き届くように参加店舗の登録要件を一部変更した上で実施したいと考えております市代わりはコロナ禍に加え原油価格や物価高騰などにより影響を受ける県内の中小・小規模事業者を支援するために始められましたしかし第一弾では一部の大型店舗に利用が集中しているといった声もあり第二弾では 1> 第1弾で割引利用額の総額が1億円以上あった事業者や、中小企業者であっても実質的に大企業の支配下にあるいわゆるみなし大企業は参加対象外とします。県によりますと、第1弾で割引利用額の総額が1億円以上あった事業者は2社だったということです。これらの要件の見直しによりまして、地域の小規模店舗でのご利用が あ増えるものと考えておりまして事業趣旨でもある県内の中小・小規模事業者の支援により一層つながることを期待しているところでございます市代わり第二弾の予算案は可決され来年1月23日から2月26日まで実施される予定です建設が急がれる高島市の新しいごみ処理施設 昨日、建設に関する検討委員会が開かれ市が提示した建設候補地が適している土地として市長に答申されましたごみ処理施設の老朽化のため高島市では現在市内から出される可燃ごみは県外の施設での委託処理に頼っている状況が続いています新しい施設建設を急務とする市は今年9月、阿 d 川町大山寺地区の およそ4万3千平方メートルの土地を建設候補地とすることを発表しました昨日この建設候補地に関する2回目の検討委員会が開かれ有識者で構成された委員らによって審議が進められましたその結果委員会は退散時の候補地について洪水や地震などの災害リスクが低く建設候補地として適しているとする意見を 全会一致でまとめ、福井正明市長に答申しました東の方にまた寄せていただいて状況説明をしてなんとか令和11年まで何とか受け入れを容認いただけないかなと今後のスケジュールを考えますとなんとか令和11年間に合うのかなというふうに考えてございますので 今日の答申は本当にまあギリギリのタイミングというふうに私としては受け止めてございます高島市では今後、候補地周辺住民の理解に努めるなどしながら来年度以降、建設基本計画の策定を進める予定です続いて、新型コロナの感染状況です滋賀県は今日新たに 2,503人の感染が確認されたと発表しました。また今日は70代から90歳以上の男女5人の死亡も確認されています。今日は2,503人。滋賀県では15日連続前の週の同じ曜日より増えていることになります。今日午後4時現在の最大確保病床に対する病床使用率は。 八十一点二パーセント、重症者は四人で重症者用の病床使用率は七点七パーセントです。今月十七日、大津市のゴミ処理施設で大型ゴミの中から現金五百万円が見つかりました。警察は現在所有者を調べています。現金が見つかったのは大津市伊方市北在寺町の。 大津市北部クリーーンンセンターです大津北警察署によりますと今月17日の午前9時半ごろクリーンセンター内の大型ごみ作業場で重機を操作していた作業員が粉砕後の木くずの山となったゴミの中に紙幣が紛れ込んでいるのを見つけました。そのの後、複数の作業員で調べたところ およそ500万円分の紙幣が見つかったということです。大津北警察署は収得物として保管するとともに、現在、所有者を探しています。